アルサブは、アメリカ合衆国で生産、調教された、競争馬、シュボバ。プリークネスステークスなどの競争に優勝し、マッチレースで、アメリカクラシック三冠馬ワーラウェイを破るなど、活躍した。コリンから3代先の子孫にあたり、同馬も種ボバとして、ヒムヤー系の存続に貢献した。1976年に、アメリカ競馬殿堂入りを果たしている。 父グッドグッズは、ステークス競争で4勝するも、大競争では、ベルモントステークス3着が関の山であった、一流班の種ボバで、アルサブは、その初年度3区であった。母ウィンズちゃんとは発戦して、未勝利と大した戦績を残さなかった馬で、ブルックデール牧場を営む生産者、トーマス・ピアットが90ドルで購入していた。父母ともに、ピアットのもとに、 つなぎようされており、アルサブは1939年にその牧場で生まれたサラブレッドのお馬であった。アルサブは1歳の時にサラトガのイヤリングセールに上場された。これに調教師のオーガスト・サージ・シェンクが注目し、シカゴ在住の弁護士、アルバート・サバスに購入させた。父母の低評価もあってか、 アルサブはそのセールの平均取引額1763ドルを大きく下回る700ドルという破格の安値で購入されている。アルバートは自身の生命それぞれの頭音説を取ってこの馬にアルサブと名付けた。アルサブはシェンクの調教の下で競争馬となり1941年2月25日の ハイアリアパーク競馬場サンハロンでデビューして14着、3戦目で、初勝利を挙げた。その後10戦目のジュリエットステークスで5馬審査をつけて、ステークス競争初勝利を手にすると、続く、プライマーステークスでは7馬審査の勝利を挙げた。実装サフォークダウンズ競馬場での、マイルズ・スタンディッシュステークスでは、トラックレコード決着の末に半馬審査で2着に、敗れたが、 同年アルサブはそれ以降、負けなしの連勝劇を繰り広げていった。2週間後のメイフラワーステークスでは前走破れた、エターナルブルを3着に破って、トラックレコード大記録で優勝。以降11月12日のオルデンステークスまで10、連勝を挙げた。このうちハイドパークステークスでは5馬審査の圧勝を、見せたり、またワシントンパークジュベナイルでは、トラックレコードで、優勝。 さらに高額賞金競争のワシントンパークフューチュリティにも優勝した。9月13日のハバディグレース競馬場で行われたイースタンショアハンデキャップでは126ポンドを積まれながら117ポンドのコルチスという馬を最後の直線でギリギリ捕まえて到着に持ち込んでいる。一方でかつて2歳戦で最大の競争であったフューチュリティステークスは すでに空洞化の傾向を見せており、アルサブも同競争に登録していなかった。そこで2歳最強馬を決めるためのマッチレースが企画され、そこに選ばれたのが、アルサブとユースフルステークスやトレモントステークスなどを制してきたリクエステッドであった。2頭の対決の場は、ベルモントパーク競馬場が選ばれ、フューチュリティと同様の6.5ハロン、同じく金量122ポンド。 賞金1万ドルの条件で、フューチュリティの4日前の9月23日に行われた。22,381人の監修が集まる中、レースが始まると先行したのはリクエステッドであったが、残り1波論のところで、アルサブがリクエステッドを追い抜き、3馬新反差をつけて、ゴールに飛び込んだ。この時の勝ちタイム1分16秒00は、 トラックレコードで4歳馬がより軽い筋量で記録していたものを更新していた。またこの記録は21年間破られることがなかった。続くシャンペーンステークスでは再びリクエステッドを7場審査で破っている。2歳ながら22戦15勝の活躍により後年の選考でアメリカ最優秀2歳ボバに選出されている。また同年のフリーハンデキャップにおいては 同世代を大きく突き放す130ポンドが与えられている。3歳になったアルサブは、クラシック参冠路線に向けて年初から指導するが、年明け初戦を6着に落とすなど、出だしは好調ではなかった。年明け3戦目のフラミンゴステークスでは、リクエステッドと再戦し、3着に敗れている。その後もチェサピークステークス2着。 ダービートライアルステークス3着と赤敗ばかりで、結局ケンタッキーダービーまでに7戦を費やしたが、まだ勝利を挙げることができずにいた。戦時下のチャーチルダウンズ競馬場で開催された、ケンタッキーダービーには15頭の競争馬が集まり、アルサブはその実績から単勝5.1倍の2番、人気支持された。しかしレース中は大きく、外を回らされたこともあり、 最後の直線で一番人気のシャットアウトを捉えきれず、二バッシン、一、四差の二着に敗れてしまった。翌週、アルサブは、ピムリコ競馬場で開催された、プリークネスステークスに出走、前走二着ながらも十頭立ての一番人気に、支持された。スタートすると、後方待機策を取り、後ろから二頭目につけて、道中を進んだ。 最後の直線に向き合うまで、その位置を保っていたが、安城のバジル・ジェームズのムチが入ると引けるように加速し、みるみるうちに前を行く馬を追い抜いていった。シャットアウトやデビルダイバーらを着外に突き放し、リクエステッドと、サン・アゲインの2頭を2着に抑えて一場審査で優勝、クラシックホースの称号を獲得した。アルサブは、この勝利に際して、現地の競馬ファンから、 もう一頭のシービスケットだと称えられたとされる。ウィザーズ・ステークスを挟んで出走した、ベルモント・ステークスでは再び、シャットアウトとの対戦となった。しかし、ここでは前を行くシャットアウトを捉えきれず、またしても2場審査の2着に敗れた。この競争中に怪我を負ったため、あるサブとしては、珍しい2ヶ月ほどの休養期間が充てられた。 休養からの復帰後は再び過密なスケジュールを組んで、多数の競争に出走、特に、アメリカンダービーなどで勝ち星を挙げており、ローレンスリアライゼーションステークスでは、競合品馬、ベイグラニシー相手に3馬進反差で勝利している。そのうちの一戦に、9月12日のナラガンセットパーク、競馬場両馬場9.5ハローンで行われた、前年のアメリカ三冠馬であるワーラウェイとの、 マッチレースがある。当日126ポンドとジョージ・ウルフ機種を積んだワーラウェイが人気で先行し、119ポンドとキャロル・ビールマン機種を積んだアルサブは単焦2.6倍であった。レースが始まると先行したのはアルサブで、ワーラウェイはアルサブを風よけにして道中を進めていった。そして最後の直線でウルフはワーラウェイを外に持ち出して、 追い抜きにかかるが、アルサブはこれを、花さで逃げ切って、勝利、三冠馬を破る快挙を成し遂げた。翌月のジョッキークラブゴールドカップでもアルサブと、ワーラウェイは対戦しており、ここでは、ワーラウェイが優勝、アルサブは3、4馬審査の2着に敗れている。ここでの敗戦で、距離不安が注目されたが、続くニューヨークハンディキャップでは121ポンドを積んで、出走。 130ポンドを積まれたワーラウェイを3着に破って勝利した。その後2頭は別路線に向かい、アルサブはギャラントフォックスハンデキャップでシャットアウトと再戦するが24ポンド軽いダークディスカバリーという馬を一場審査捉えきれずに2着になった。その後ウェストチェスターハンデキャップで3着、ビクトリーハンデキャップで勝利してこの年を得た。 この戦績が評価され、後年にアメリカ最優秀3歳ボバに選出されている。しかし、4歳シーズンに入る直前から故障してしまい、その影響により、アルサブの競争能力は大きく失われた。8月までを休養に当ててからの復帰を果たしたが、以降のアルサブの勝ち案は、一般戦の一生があるのみであった。5歳児も競争を続ける試みがなされたが、 1944年5月の一般戦で4着になったのを最後に引退した。当初はサバスの持つケンタッキー州の牧場につなぎをされていたが、サバスの死後にフロリダ州のボニーヒース牧場に売却され、ここで種ネボバとして活動した。アメリカジョッキークラブの調べによれば、アルサブの3区262頭のうち199頭が勝ち上がっており、 また17頭が、ステークス競争勝ち馬となっている。あまり成功したとは言えないが、その中から、メートロンステークスなどに勝って最優秀2歳品馬に選ばれた、マートルチャーム、シャンペンステークスなどに勝って4歳まで活躍した、アルマゲドン、メキシコダービーに優勝したドン・リベルデなどの活躍馬も出ている。特にアルマゲドンは、種ボバ入り後に、 バトルジョインドを出し、後にアックアックにまでつながるドミノ系のカボソイ、サイヤーラインを残すことに成功した。1963年3月26日、アルサブは深刻な体調不良に陥ったため、安楽死の処置が取られた。後の1976年、アメリカ競馬名誉の電動博物館は、アルサブの競争成績を評価して、同馬の電動入りを発表した。 ありがとうございます。